アメリカ軍のトライアルに向け FN 社が開発したミニミ SAW。 マシンガンを軽量小型化する方向で開発された点において、アサルトライフルを強化した他の SAW とは一線を画している。最大の特徴はベルトリンクとマガジンの双方で給弾できることで、マガジンは M16 の30連発を使用。さらに長時間の連射で熱を持つバレルの交換も可能になっている。現代の戦闘形態にマッチした SAW としての評価は高く、ベルギー、アメリカをはじめ多くの国で採用されており、日本の自衛隊でも次期 SAW として導入が決定している。